1号大将、2号将軍、今日はよく来てくれた。はい。改まってどうしたんです？大帝が私たちだけを招くなんて。そうですよ、大帝。ご病気はわかりますが、どうか気を強く持ってください。ほら、帝都では今も、私が大帝に頼まれて経典を偽造してまで開いた大宝へ、オクトーバフェスの真っ最中じゃありませんか。そうだったんだ。去年までなかったお祭り騒ぎだから、何事かと思ってたけど。うむ。話というのは他でもない。これまで二人は長年、我がエフラン帝国を支える献身として尽くしてくれた。帝国の繁栄への貢献は計り知れぬ。しかし、未だ我が国では皇太子が決まらぬ。いや、わしがこうして病に伏せるまで決められなかったのだ。このままではわしなき後、国は分裂し、血で血を洗う内戦になってしまうやもしれぬ。ああ。その話ですか。それで、サンバか。違った。三人の王子様方のうち、どなたを皇太子にするか、ついに決心なさったんですか？いや、わしにはとても決められぬ。三人の王子のうち、稽古は明るく大らかで何でもそつなくこなすが、遊び好きなのがたまに傷だ。ああ、でも、宴会大好きなところとか、若い頃のは人作り。今もそうじゃないですか。愛好は真面目で勤勉だが、いろいろこじらせてるのがたまに傷だ。ああ、でも幼齢時感情的に爆発するところとか、若い頃のは人作り。え、そうなの？意外。そして三号。こいつがバカすぎて、三国志しか興味がなく、たまに傷どころか傷だらけでどうしたものかわからんが。ああ、でも自分が興味ない話だとすぐ寝てしまうところとか、若い頃のは人作り。三人が三人ともバカ。いや、それぞれに愛おしくてのう。親バカと笑ってくれ。へい。そうだったんですね。あはははははー。そこで重心であるお主ら二人で、三人のうちから一人、次の皇帝となるものを決めてほしい。はい。そして、残る二人をお主ら二人の婿としてくれ。困った息子たちだが、これもわしのため、ひいては天下のため。帝都で2週間続くオクトーバーフェスの間に、次なる皇帝を決めてくれ。どうか頼む。はぁ。とんでもないこと頼まれちゃったね。はぁ、次の皇帝はともかく、あの王子様方の誰かと結婚ってさぁ。ただでさえ、皇族と結婚すると処刑台が近づくっていうのにね。どうしようか、一号。いっそ二人で逃亡する？あ、でも、私らのせいで内戦とかになったら、さすがに後味悪いよね。そうね。オクトーバフェスの期間かどうかはともかく、大帝のお命がどこまで持つかわからないし。ここは真剣に考えてみましょう。まずは、愛好から？三人の中では一番真面目だしさ、そこそこ武術もできて学もあるよね。それに結構あいつ、いいやつだよ。秘密警察を統括してるからよく手合わせするし、差しで飲んだこともあるんだよね。女性と話せないって噂だったけど、全然そんなことなかったよ。そうね、愛好が無難なのかも。はぁ。どうしたの？一号。ダメ。ダメよ二号、愛好を皇帝にしてはいけない。なぜ？私は彼の裏の顔を知っているの。愛好は自由な表現の敵よ。この前も愛好の捜査で薄い本心感を没収され、倉庫の一つを丸ごと潰されたのよ。本を焼く者はいつか人をも焼く。好戦的な愛好が皇帝になったら、うちは民の声を弾圧し、外には戦争を吹っかける暴君となり、天下は乱れる。私たち二人の身だって、安全じゃないと思うわ。うん、それはあんたが薄い本で愛好をネタにしたからじゃないかと思うけど。まあ、最小のあんたがそう言うならしょうがないわね。私は傾向を皇帝に押すわね。え？あの方は、結構器用で何でもそつなくこなすわよ。北方の血が入ってて弓術の腕は誰もかなわないみたいだし、ナンパなようでいて外交も上手だし、皇帝の仕事も軽くやってのけるんじゃないかなぁ。傾向か。私は反対だなぁ。彼の裏の顔知っちゃってるからさ。だってこないださぁ、朝に呼び出されて何事かと思ったら、派手にパーティーしてお金がないから大帝に秘密で貸してくれって言われたのよ。
金持って議論まで迎えに行って、二日酔いの傾向を護衛して王宮まで帰ってさあ、ほんとだらしない。あいつが皇帝になったら、毎日パーティーしてへそ出し美女をはべらせて、国交浪費し国を傾ける暗君になるに決まってるじゃん。そうなんだ。じゃあダメか。じゃあ三号。いや、これは論外だわ。三号ってば、宦官たちに甘やかされて育ったお子様だものね。そうよ。今でもあのバカ王子の配下で宦官たちは増長してるじゃん。あいつが皇帝になったら、宦官に全てを任せて国政を顧みず、ひたすら遊びほうけるニート愚帝になるに決まってる。つまり、王子様方のどれを選んでも暗君候補か。未来は暗いわー。大抵はまあ、まともな君主なのにねー。こうなったら、誰が君主になろうとも国は揺るがないような体制を作る必要があるってことね。うん？それってどういう？誰？何やつ？やあやあ、一号最小二号将軍。お二方のご機嫌はいかがですかな？そう身構えなくてもよろしいのですぞ。今日は三号殿下からお二方に贈り物を持ってまいりました。二号将軍には有名店の極上パンケーキ、一号最小には極上の筆と紙にございます。そうですか。ゴンゴン、お気遣いありがとうございます。殿下によしなにお伝えください。ふぅー、こわ。絶対これ自分を皇帝にしてくれって言うわいろよ。どこから情報が漏れたんだか。宦官ネットワーク恐るべし。あ、そうそう、もう一つだけ。うわぁ。まず、一号最小。三号殿下は表現の自由を重んじるお方でございます。皇帝になった暁には、エフラン帝国でもコミクマ系統を盛大に開きたいとおっしゃっておられましたなぁ。グラ。おーい、一号、グラついてんじゃないわよ。それから二号将軍。三号殿下は女性の権利やジェンダー問題にも関心がおありです。皇帝になった暁には帝国内のこうした改革にも大いに取り組みたいとか。ガタ。ちょっと二号、引っかかっちゃダメよ。三号にはそんな頭ないから。ひどくね。今の帝都はお祭り騒ぎで賑やかです。お二人もお出かけになればいかがですかな？殿下たちの様子を伺う機会かもしれませんぞ。むむむむ。ええー、大帝が僕たちを一号最小か二号将軍と結婚させようとしてるって？マジ？いやマジほんと。俺の配下の宦官たちが耳に挟んだって言うんだから。それはおかしいだろう。だって、一号最小と二号将軍って、二人とも男じゃないか？まさか愛子、男装してるからって今まで二人を男と思っていたんじゃ？お前、男女の区別もつかないのかよ。そういうおぼけなとこ大抵そっくりだな。僕は大歓迎だなぁ。一号さんは有能で可愛いし、二号さんは腹筋割れたナイスバディの美女だし、二人ともエフラン帝国のアイドルだよね。今夜なんとその二人がオクトーバーフェスに繰り出し、俺ら兄弟ともお付き合いくださるそうだぞ。デートのお誘い？そんなのマストに決まってんじゃん。ラブ刺激の祭りでは、二人してキャッキャと遊んで花火を一緒に見たら、もうフォーリンラブ確定で熱々カップル成立さ。花火の後は開放的になって何が起きてもおかしくないよねー。フォーリンラブ。何が起きても？あ、愛子はしとやかな女性が好きだったよね。バリキャリの婚約者が気に入らなければ、僕らがダブルデートしてくるよ。じゃ、三号、行こっかー。どっち選ぶ？誰が行かないと言った。俺も行く。祭りで不埒な行いをする奴を取り締まらねば。はいはい。傾向の言う通り。この世界でお祭りデートして花火を見るとカップル成立してしまうのだ。バカな愛好、傾向梅。これでエフラン帝国の皇太子の地位は俺のものだー。ふ。はぁ、あ、傾向殿下。やあ一号最小、どうしたの？どうこれ？美味しいと評判の三差し飴。もちろんまだ口はつけてないからねー。ありがとうございます。わあ、懐かしい。これ、大好きなんですよ。そういえば、他の王子様方と来たんですか？私は二号将軍と来てたんですけど、はぐれちゃって。僕も迷子になっちゃってねー。あ、射的があるよ。どう？やってみない？私、ああいうの苦手なんで。はぁ。
あれは、ありがたい方へのマンダラズ。エフラン帝国では売ってない限定品のはずなのに。なぜ？なになに？あの分厚い本が欲しいの？ノープロブレム。一号さん、僕が君のために本を取ってあげるよ。お願いします、殿下。ささ、弓はこうやって引くんだよ。三号配下の宦官が言った通り、愛好馬で祭りに繰り出してるじゃん。殿下、何してんのよ？うわぁ。二号将軍、なんでわかった？なんでも何も、丸わかりだって。今夜ここには職務で来たのだ。不審者とか取り締まるためにな。いやいやいや、今のあんたの見た目の方が不審者だからね、殿下。ほらほら、怪しいお面は取って取って。うむ。鎧着てない君の姿は初めて見た。本当に女だったのか。失礼ねえ。そんなまじまじと女性を見るもんじゃないわよ。いやそういうつもりはないんだが。遠征では同じテントに寝たり、野営では背中を預け合って当直に当たったり、酒飲んで朝まで語り合ったこととかあったのに、良き友と思ってたのに、まさか女だったとは。そんなこともあったねえ。ま、これからもよろしくね、リエンシャー。ブホー。あ、花火始まるよー。あ、一号？二号さんもそこにいたんだねー。なんだ、アイコと一緒とは。アイコも隅に置けないじゃん。何を言う。さ、三号の奴はどこへ行ったんだ？ふ、我が目論見通り。お前ら4人、勝手にリア充になるがいい。俺は、この俺は帝王になる。そうすれば、美女も富も権力も、エフラン帝国の全てが俺のものだ。三号は人に物を送る気遣いがあり、目上の者を敬え。高校者である？なんすか？そのクエスチョンマークは。故にエフラン帝国の皇太子に奉ずる。なんかおざなりっすけど。ちえ、ピーシャー。おめでとう。ホワンシャンワンスイ、ワンワンスイ。タイツ電車チェンスイ、チェンチェンスイ。みんなありがとう。では大帝、上位の前にこの書類にも玉璽を。うむ。え？まだなんかあるんすか？エフラン帝国は議会を開き、憲法を定めて立憲君主制に移行しました。初代首相は私、一号が務めさせていただきますが、後々は選挙で選ばれることになります。ハニー、かっこいいよー。え？今後のエフラン帝国では、皇帝は君臨すれども統治せず、皇室の歳費も議会で決められます。ニート皇帝でもいいみたいだぞ、三号。よかったな。うむ、これでわしが置いて衰えても、バカ息子が後を継いでも帝国は安泰。さすが、一号と二号じゃ。はぁ、あ、聞いてないんすけどー。言ってなかったからな。さて、オクトーバーフェスはまだまだ続く。気がかりな問題が片付いて、わしの病もすっかり癒えた。皆の者、秋の恵みの生ビールを飽きるほど飲もうではないか？もちろんだよー。お付き合いします大帝。もちろん俺の婚約者も一緒に。やだもー、早速その気？おー、お前らー。お前らだけ充実するんじゃねー。不公平だー。ラブ刺激あるある。お祭りや花火見物の会があり、デートした二人は恋に落ちる。